ヒムロ君は、会社で話題になったドリンクを買ってきたが、冬月さんも買ってきていた。お互い、気があると思って、照れる二人だった。みんなで飲んでいると、社長が現れた。今度、社内でハロウィンのコスプレ大会があり、優勝すると、賞金が出るみたいだった。冬月さんと、ヒムロ君は、衣装を買いに出かけて、ヴァンパイアの衣装を4人で揃えることにした。みんな、様々な衣装で登場して、盛り上がっていた。ヒムロ君が、いつもと違っていて、冬月さんは、少し顔が赤くなった。部長や、カトリ君も、コスプレに参加していた。そして、社長から結果発表があり、冬月さんたちは、準優勝になった。今回も、冬月さんに、心を、奪われる人が続出したみたいで、放送後、ネット上では、大騒ぎでした。次回も、楽しみです。